やあ、やっちまったよ、今月も。まだ8日なの。皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、デレン、このレシートの長さ、ちなみにですね、合計が$315.02です。はい、本当はね$400ぐらいだったんだけど、今ねご覧の通りこちらにねディスカウントが今回入ってまして、で安くなってるんですね。あのセフォラの年に2回あるセールで、会員入っている人は 20%、15%、50% オフっていう感じで、その会員のステータスによって変わるんですけど、私はね、あの 20% オフのね会員になっていますので、 20% オフでなんと$80近く安くなりました。イエーイ。まあ、でもね、買い物をたくさんしてしまったのは事実なの で今回はですね、セフォラでの、爆買いセフォラでの、購入品紹介をしたいと思います。マジでね、爆買い中国人だよね。マジで文字通りの意味、中国人だからさ、マジで爆買い中国人って感じ。まずはセフォラのものから紹介しようかな。知ってる方もね多いかもしれないんですけれども、まあ、アメリカのなんかコスメデパートみたいな、デパートってほど大きくはないんだけど、まあ、アメリカのコスメは大体セフォラで手に入るよっていうぐらい、すごい便利なね、まあ、コスメが集まるお店っていう認識で大丈夫です。セフォラは結構いろんなところ集めて物を置いてるんですけど、実はですね、自社商品もありましてですね、今回買ったのが、マスクを3個買いました。フェイスマスク、なんかアメリカらしいさ、ポップでさ、可愛い色だよね。これもシーウィード、ヘンプっていうのはあれですね、あの CBD とか の, あの成分ですね。 CBD の動画も過去に、ね、出しているのでね、気になる方よかったら見てみてください。髪ボサボサや、今日ごめんね。で、あとこのピーリングマスクみたいなのを買いました。もう最近はね、フェイスマスクプラス、あのスチーマーっていう夜の、ね、コンビネーションが幸せすぎて、ちょっと贅沢な夜のためにマスクをね、あらかじめ買ってね、買っておきましたという感じです。あとはね、ビューラーです。ビューラーはね、なんか一応定期的に変えた方が、あの衛生上いいみたいな風に言われてて、で私結構ズボラであんまり変えてなかったんで、いい加減買い替えようって思って適当に買いました。私なんかまつげがね、これちょっと自慢になっちゃうんだけど、生まれつき結構アップになってるのね。生まれつき結構上がってて、でビューラーだからあんまり使わなくても上がるから、あんまりなんか気にしたことなかったんだけど、これあれだよ、自まつげだよこれ。美容液でね、めっちゃ伸ばしたの。そう、そういう感じ。じゃあ次はですね、リピ買いコスメから紹介しようかな。じゃあ次はリピ買いコスメ、リピ買いコスメを紹介したいと思います。なんかこのセフォラのセールって年に2回しかやってないから、基本的にこの時期にめちゃくちゃスキンケアとかのストックを買っておいて、お金をセーブするっていう作戦なので、なんか爆買いはしてるんだけど、でもね、ロングランで見るとね、結構お金をねセーブできるから、この時期にまとめて買うことが多いですよね。はい、次はですね、この日焼け止め、ディリン。これは私のめちゃくちゃイチオシのコスメです。これスーパーグープのグロースクリーンっていうね日焼け止めなんだけど、このブランドの日焼け止めは実はこれでも3本目になります。これはね、透明なんですよ。ちょっと今開けてお見せしますね。こういう感じになっていて、すごいね、パッケージもねキラキラして可愛いんだけど、これはね、出すとね透明なの。え、あれ待って、買い間違えた。何これ、待って、何これ、え、買い間違えた。なんだこれ。あ、これプライマー買っちゃったわ、間違えて、ごめんなさい。あ、じゃあこれリピ買いコスメじゃなくて初めてだわ。同じブランドの日焼け止めは透明な感じで出てくるし、で顔に塗ってもすぐね、あの馴染むので、全然そのメイクの邪魔にならないというか、で日焼け止め特有のベタベタした感じもないので、すごくねおすすめなんだよっていう話をしようとしたらね、私間違えて下地を買ってしまったかもしれません。まあでも下地もこのブランドのならすごく信用できるし、で今ねちょっと塗ってみたんですけど、すごいねサラサラしてて、めちゃくちゃなんか肌なじみも良さそうだし、何よりね日焼け止めのブランドなので、ちゃんと日焼け止めっていう役割をね果たしてくれるので、これ SPF ね40もあるの、すごくねいいなと思います。日焼け止めね困ってる方はね、スーパーグープの日焼け止めめちゃくちゃおすすめです。これなんですよね。本当はこれが私が普段使っている日焼け止めをね、使い古している感じがねわかると思うんですけど、これはですね、見て、透明なの、すごいでしょ。でこういう風にサラーって馴染むんですよね。
すごくね、あのメイクの前とかも日焼け止め特有の白浮きとかもないし、ベタつき感もあのないので、本当にサラサラしている日焼け止め、サラサラですよ、サラサラした日焼け止めなので、すごくね化粧前とかにも使いやすいですっていうね、おすすめでした。セフォラがある地域に住んでいる方はぜひスーパーグープの日焼け止めめちゃくちゃおすすめなので買ってみてください。次は、リップマスクです。これはですね、タちゃんのリップマスクでして、これはですね、私以前インスタとか他の YouTube でもしかしたらね紹介したことあるぐらいめちゃくちゃ大好きなマスクなんですけど、こういうね、めっちゃ可愛くない？パッケージこれに入ってて、でなんかジェリーみたいなのを、これ付属のねスパチュラなんだけど、このスパチュラですくってリップにね塗るっていう感じなんですね。私すごくね唇わかるかな、めっちゃねあの乾燥しやすいんだけど、このリップマスクと出会ってから あんまり乾燥しなくなった。もちろんなんかちょっとこう、あ乾燥してるなっていう感じにはなるんだけど、前みたいに皮がめくれたりというか、そういうのはね本当にこのリップマスクを毎晩するようになってからあの全然なくなったので、あの、ね、唇荒れやすい方とかにはすごくおすすめです。でこれはあのクリーンアウトセフォラだったはずなので、あのすごくねお肌にも優しい成分でできております。めちゃくちゃおすすめ。はい、次はこれもねめちゃくちゃおすすめなんですよね。これオラプレックスの、トリートメントでございます。これはねシャワー浴びる前のトリートメントで、これはね日本でもねもしかしたら買えるみたいな、なんか買ってる人ちょいちょい見るから、もしかしたら買えるかもしれないんだけど、これはねめちゃくちゃおすすめです。これは私が通ってる美容室の美容師さんがすごくねおすすめしてくれたトリートメントで、美容師さんもね使ってるらしいんだけど、これをあのシャワー前に髪にちょっとなじませて、それでなんか10分15分ぐらい、まあ、その日の気分によって置いて、それで流すっていうだけのトリートメントなんだけど、これねマジでね美容師さんが絶賛するぐらいで、私もこれは多分3本目ぐらいなんですよね。すっごくいいです。これ髪がね本当にサラサラツヤツヤになります。はい、私もねそんな別になんか誇れる髪ではないと思う。これはね染めたてだからすごいね綺麗に見えるだけなんですけど、まあ、でも本当毎月染めてる割には綺麗なんじゃないかなって思うのはこのオラプレックスのねおかげなんですよね。はい、次これですね、イリアのファンデーションです。じゃじゃん、これイリアのねファンデーション代わりとして私は使ってるんだけど、これ本当はねスーパーセラムスキンティントブロードスペクトラム SPF43 スクリーンといって、あのスキンティントなんですね。ファンデーションじゃなくてティントなので、すごくねつけ心地が軽くて、ちょっとツヤ肌みたいな感じになるやつで、私今日もねあのこのイリアのティント使ってます。これがねすごくねお肌に馴染んで綺麗なんですよ。でお肌にそこまで負担がかからないので、ファンデーションとかするとやっぱりそのちょっと重いなとかすぐ落としたいなってなるんですけど、これ本当になんかつけててもなんかつけてること忘れるぐらいつけ心地が軽いのと、お肌をねすごくねこうやってなんかツヤ感でなんか綺麗に見せてくれるので、私はすごく好きです。あとこのイリアっていうブランドがあのすごくねクリーンなブランドでして、まあ、成分が優しいとか、まあ、日本で言うとちょっとオーガニックコスメ系に近いのかなっていう感じですね。利き手じゃないからね手が震えてる。ほらすごいね馴染むし、わかる、この伝わりますかね、このツヤ感可愛いでしょ。このツヤ感可愛いですよね、めちゃくちゃ可愛いなって思います。次はですねこれも同じくイリアのマスカラでございます。イリアのね本当にブランドがクリーンだっていうところが私はすごく好きなの でこのイリアのマスカラは現在多分セフォラで一番売れてるマスカラなのかな、トップ3ぐらいに入る一番売れてるマスカラのその一つなんですけど、これがねめちゃくちゃいいんですよ。こういう感じになってて、あの、ね、このブラシの部分がねすごく面白いの、見てこのブラシの形がすごくね面白い形になってて、上のまつげはもちろんなんだけど下まつげもすごくねキャッチしやすいデザインになってるのね。これカーブになってるのが、ね、すごくね面白いなって思うポイントです。で私もまつげね今イリアのマスカラを使ってるんだけど、美容液とまつげ下地で伸ばしてるっていうのももちろんあるんだけど、すごくねまつげはねマジであのまつエクいらないなってぐらい自分のまつげには割と満足していますっていう感じです。はい、次はこれはアナスタシアの眉毛のブローペンシルですね。こういう感じになっていて、まあ本当にパッケージとかも普通で、こっちにスクリューがついてて、こっちからこう繰り出し式のっていう感じになっています。色はねこういう色すごいねスルスルしててね描きやすいんですよ。私はいつもね、ま、眉毛のあの縁取りなんか形を取るときにペンシルタイプの眉毛ブローペンシルで形を取ってからパウダーで埋めてます。私の周りの女の子たちはみんなアナスタシアのブロー系のアイテムを使ってます。アナスタシアは本当にアメリカだとその眉毛系のアイテムはすごくいいっていう風にね有名なので、これもねすごくねおすすめなんですよね。これも2本目でございます。で次がこれはですねディオールのリップですね。はい、ディオールのこういう色です。これは620番のポイズネスなんか毒々しいみたいな、そういう意味なのかなっていう意味というやつです。これはね結構ね茶色系の
リップで見て、超可愛いでしょ。今してるのはちょっとボビーのやつなんだけど、ちょっと上からなんか茶色なんだけど、チャレンジしやすい茶色なんじゃないかなと思います。ちょっとこう赤茶っぽいのかな、なんかオレンジっぽい茶色みたいな感じで、あの顔色がすごくね悪くなったりしない、使いやすい茶色だなと思います。私は結構イエローベースだし、あのメイクとかもあのオレンジメイクが多いので、オレンジオレンジだと私の顔色どうしてもねすごくね目立っちゃうっていうか派手になっちゃうから、ちょっとトーンダウンしたいなっていつも思ってて、でそういう時にねこういうなんかブラウン系のリップがあるとすごくねトーンダウンしやすいっていうのかな、バランスが取りやすいなって思うので、私は基本的にブラウンリップを使うことがすごく多いです。今ね日本だとね結構抜け感みたいなメイクが流行ってますよね。流行ってるんだけど、あの私はなんか抜け感っていうよりかはまだあのバチバチ決めたいなっていうお年頃なので、あのちゃんとこう何結構バチバチに決めてます。なんか抜け感とかはあんまり意識せずに好きなようにメイクしてます。はい、で次はですね、今回新しく買った化粧品も紹介していきたいと思います。新しく買ったのはこちらは、イニスフリーのPore Clearing Clay Mousse Mask 2 times with Super Volcanic Clusters ってやつですね。これもですね、あのすごい今 SNS とかでバズってる例のやつです。この小さい丸っこい、あの写真出しておきますね。これの多分ちょっと強めバージョンのやつなんですけど、これが多分ねムースマスクって書いてあるから、あのクリームっていうか、そのクリーム状、パフ状みたいな、クリーム状か、これ多分ね泡状のこの毛穴クレンジング用のマスクなんだと思います。これねすごい使うの楽しみ。安いですよね、このイニスフリーのシリーズ。基本的にセフォラで扱ってるブランドってちょっとね高めっていうか、日本でいうとデパコスぐらいの位置づけの化粧品が多いんだけど、なんかねイニスフリーだけねめちゃくちゃねお手頃ですごい買いやすい。いくらだっけイニスフリー、あこれ21ドルで 20% 引きになってるから、なんと16ドルと80セントでお買い上げです。はい、ありがとうございます。これねすごいね使うの楽しみなやつです。次はねディオールのマキシマイザー、これ気になってたやつ、マキシマイザーです。これはプランパーのやつだから、ちょっと唇がねこれをつけるとも大きくなるとかならないかとか、そういう系なんですけど、まあ、透明ですね、あんま色はついてないはず。こういう感じ、ちょっとねコーラルっぽい、私はねさっきも言った通りイエベなのでちょっとオレンジ味の強い、リップにしました。これもね日本で多分買えるはずです。これちょっと塗ってみます。あどう、このあ可愛くない、可愛くないこれ、めっちゃ可愛いですねこれ。これなんか若干こうなんかオレンジな感じがついてる感じ、うんすごい素敵な色、可愛い。これめちゃくちゃなんか使いやすいです。でこのディオールのマキシマイザー系ってなんか昔からですけど、つけるとちょっとスースースーしますよね。なんかこの感じ私結構好きで、好きです。はい、これ多分ねこっからスタメン入りなんじゃないかなってぐらい、ね、ちょっとね明日から実際に使うのがねすごくね楽しみなやつです。あもうこれで最後かな。最後に買ったのはこちらです。これ何のこっちゃって感じなんですけど、これはねユースザピープル、すごいなんかね可愛いポーチついてきた、これ可愛くない。ユースザピープルっていうブランドは結構エコ系だったりとかオーガニックサステナブル系っていう風に思っていただければなと思います。そういう系の、あのコスメです。今回はですねキットを買ってみました。これね私の親友のねひのこがすごくおすすめしてて、で私今のスキンケアちょっと飽きちゃったっていうか、だからスキンケアってずっと同じやつ使うと肌がなんか慣れちゃって前ほど効かないなって思っちゃうね。定期的に私いつも変えてるんですけど、まあ、そろそろ変え時だなって思って、まあ、せっかくだからひなこがおすすめしてた、あの子ねお肌マジでねゆで卵みたいに綺麗だよね、本当につるピカなお肌してるからすごくね説得力があるのよ。だからこのユースザピープルのねひなこがおすすめしてたブランドを今回はねちょっと試してみたいなって思って、でも一式全部フルプライス、そのフルサイズで買うのちょっと勇気いるから、こういう風にねキットサイズをねお試しサイズみたいなキットを購入しました。待ってまだこんな感じ、待ってめちゃくちゃある、ちょっと待ってね一つずつちゃんと紹介します。はい、ではねこれ入っていたのが、これがね今セフォラでねめちゃくちゃ売れてるらしくて、これねクレンザーなんですけど、グリーンティースピナッチほうれん草ですね、ほうれん草ビタミンスーパーフードクレンザー、めちゃくちゃ健康に良さそうなクレンザーですね。このクレンザーがなんか AHA とかそのなんかそっち系のちょっとなんかよく私もよくわからないんですけど、その自然系のなんかやつが入っているみたいなので、すごくね使うの楽しみです。うわめっちゃいい匂い、これね匂いが分かる機能がね YouTube にあったらねいいんですけどね、すんごいいい匂いする。あ、わかった、石鹸になんかレモンとかそういうさっぱり系な柑橘系の匂いを足した感じ、めちゃくちゃいい匂いします。これは多分マスク系なのかな、なんかトリートメントみたいなのも入ってます。これは1週間に3回ぐらい使いって書いてありますね。すごいあの肌にエネルギーを入れるみたいな風に書いてありますけど、どうなんだろう。あとはこのこれもなんかすごいの入ってきてますね。これもマクアサイ、アサイなんだ、すごいアサイが入ってる、これアサイとナシが入っているオイルですね、オイル。
あのね確かに浅いって感じの匂いする。ちょっとね甘めな匂いです。いいねこれで、これが多分モイスチャークリームスーパーフードですね。これもケールとほうれん草スピナッチですね。ケールとほうれん草がビオニーなんて私知らなかったんですけど、皆さんご存知でしたか？あ、これもさっきのこのトーナー、この化粧水と同じ感じの匂いしますね。めちゃくちゃお肌に良さそう。これ今日から使おう。めちゃくちゃ使うの楽しみだな。最後ミストですね。これが多分化粧水代わりに使うやつだと思うんだけど、これ全然読めない。レイシーペンタ、全然読めない。もう諦めます。これ本当にね、私全然読めなかったです。これもね、入ってきたやつで、多分化粧水みたいな感じなんですけど、これもね、すごく使うの楽しみです。これはどういう感じなんだろうな。わっ、匂いしない。すごい、さすが。健康系のフードってやっぱりその香料みたいなの入れてないから、もう自然な匂いするから、ないやつって本当に匂いないですよね。めちゃくちゃ使うの楽しみです。で、ここのブランドの何が素晴らしいかっていうと、容器がね、すべてこれね、グラスになってる、ガラスになってるから、全部ね、リサイクルできる素材になってるんですね。プラスチックを使わないっていう意味ではすごくね、サステナブルな、化粧品なのと、今ねセフォラでバカ売れしてるらしいので、ちょっと流行りに乗って買ってみました。このね、可愛いポーチね、すごく嬉しいです。はい、以上私のセフォラ爆買い動画でした。はい、まあね、アメリカのコスメだから正直どれぐらい参考になるかとかよくわからないんですけど、まあ、でも人がお買い物してるところを見るのってなんとなく気持ちいいじゃないですか。私、人がお買い物するところを見るの大好きなんですよね。だからなんか皆さんにちょっと共有できたらいいなと思って、今回はね、爆買いしたものをご紹介させていただきました。まあね、セフォラがある地域に、ね、住んでいる方はね、ぜひね、気になったものを試してみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。普段はね、アメリカに住んでいるので、アメリカのライフスタイルを Vlog 形式で配信しております。ご興味のある方、よかったら過去の動画もチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いくださってありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。